はい、こんにちは、ビッグボーイです。ファークライフォーストーリー、続きやっていきます。さあ、今、ゲールの家にいます。単価もある。前回はポール君をゲットしたんだっけな？ゲット？捕獲して、動画外でお金とか結構貯めたりして、ゲールの家最高まで、アップグレードしときました。なので、ヘリコプターが置かれるようになったり、あと、動物をなんか 飼育できるようになって、ただここで武器は出せないので、残念ながらこの豚さんたちを倒して食材にするってことはできないので、あくまで観賞用と。あとなんか、祠みたいの置かれて、時々お金が落ちてる。で、防弾チョッキはいつも通りあって。で、火炎瓶をここから補給できるようになったけど、火炎瓶も今全部ある。そして一番嬉しいのがこの、薬草が、ここに、大量にいろんな種類がリスポンスするようになって、一定時間置けばここにいくらでも出てくるので、もうシリンジに困ることがないと。これがめっちゃいい。と、こんなもんで、じゃあ今回は、前回ポール君を捕獲して、ゴールデンパスミッションがあるけど、今回は、前にナンパとか前にシャング、単価の単価のっていうか、単価を取って、シャングリラっていう世界に行ったんですが、今行けるマップの範囲内で、シャングリラに行くためのこのシャングリラの単価が、あと2枚あるみたいなので、ちょっともう一回シャングリラに行きたいなと。なので、今回はこのシャングリラの単価を取って、もう一回、不思議な世界に行きたいと思います。あれ？誰かいる？助けてくれ。助けれないわ。シャングリラのなんかすごいとこにあるな。なんかいる？今回持ってきてる武器は、シャングリラに行けば多分あまり関係ないけど、SMG A2000 つけてきてます。さあ、すんげえなんかターザンを必要とするような場所に単価が落ちてるらしいけど、じゃあちょっとそこまで頑張っていきたいと思います。単価を見つけてシャングリラの冒険を続けよう。寺院に通じる道を探せ。なんだろうね、シャングリラのイメージカラー、赤とかオレンジとかの趣がある世界が、結構いい雰囲気が出てると思うんだよな。弓。4名様？あ、危ない危ない。一人も死ななかった。武器使おう。 よし。なんでこんなところに敵が。さて、単価こん中かな。前もこういう建物の中になかったっけ。あ、同じだ。さあ、これだ。じゃあシャングリラに行こう。インタラクト。さあ、来た。あ、またなんか違う。うわ、綺麗。前は確かなんか石像かな、石像かなんか大仏の上に行ってベルをどっかにぶっ飛ばしたんじゃなかったっけな。この人物がかなりいく。こっち。おお、かなり好奇心旺盛。そりゃこんなとこ見たら先に進みたくなるわ。
これは AG じゃないんだな。あ、捕らえた。お、開いた。おお、赤い、めっちゃ赤い。トラさん、かわいい。謎のカメラもある。お、探索者に近づけ。いきなりグワッとか動いたりしないでよ。顔がインタラクト。あ、弓か。お、なんだ。シャングリラ弓。お、 L2 R2 の長押しで時間の流れが遅くなります。ゲージがなくなると元の時間の流れに戻ります。なるほど。お、時を遅くなれ。ザワールドとはまたちょっと違う能力を手に入れた。こう、あ、本当だ、遅くなる。あ、いるわ、超いるわ。二人。あ、見つかる見つかる。あ、なんかこの地帯なんか結構重たい。いや、50本。あっちにもいる。 あいつはちょっとやっちゃおうか。あ、普通に矢を構えると時が遅くなる。ちょっと野蛮な人たちがたくさんいるな。あー、見つかる見つかる見つかる。あいつやっちゃおう。ここ、よし、トラス、トラ、そいつやっちゃいな。よし、時を遅くなれ。ほら、よし、トラ、あいつだ。あ、めっちゃ来てるめっちゃ来てる。ほら、めっちゃ来てる。あれ、遅くなんない。トラ、頑張れ。ほら、え、めっちゃ来てる。テイクダウン、テイクダウン。よし、あ、あれ、投げナイフって手に入れたけどどっから出すんだろう。ほら、テイクダウン、投げナイフ。よし、あ、テイクダウンからの投げナイフの流れじゃないと投げナイフは投げれないかな。おお、あ、インタラクトできる。え、あ、これ探索者燃えてるよ。さあ、目的地はあっち。あ、矢がある。ん？痛い。危ない。よし。トラついてきてる？いい子だ。お、外だな。赤いな。あ、あ、猿か。ん？これもこれも全部猿か。おお、めっちゃ綺麗だ。え、これネザーゲートみたいなのあるよ。うん。
あ、こっちの浮いてる土地にワープしたのかな。トラ、あいつやってくれ。うっ。そして、よし。一度矢を使っちゃったら回収できないんだな、こいつらからは。あれ？あれ？気づいてない。テイクダウン。よし。まだいるかな？いそうな雰囲気だな。なんか動物が至るところにし、至るところでなんか死体があるな。敵の声はしない。待って、いるな。ほい。あ、いる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 。あー危ない、岩陰岩陰。え、バレた。トラ頑張って、こいつやる。そしておい、あれ当たんない、こいつ当たんない。トラ頼む、ここ。あれ、いつものスコープじゃないからすんげえ狙いづらい、狙いづらい。よし、あれまだいる、ここ。よし、ほら、よし、まだ48発もある。これはなんだ、あれ目的地そこだった。声するな。いた、ヘッド。よし、矢を回収。あ、あった、値下げと。値下げと。お、マニシャ。オッケー、マニシャ回転。おお。お、て、寺、寺？これが？こっち行ったらいい。ん？あれ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 、持ってきちゃった。敵は？敵の声がする。敵の声はするけど、さっきこっちの敵倒しちゃったけど、あ、まだいる。まだいるけど、ちょっと遠いな。トラ。見つかってるけど、あ、あれ、トラ燃えてる。よし、やべ、トラ燃えてる、トラ燃えてるけど鎮火できるもんない。いや、無視して行こう。おお、火がついた。悟りの鐘に向かえ。ああ、いる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 。うん、あれ、動物。あ、あれ敵か。よし、いた、まだここ。よし、よいしょ。お、爆発した。ミスった。よし、
よし。よし。ちょっと、虎にも指示出していこうか。これはシャングリラ語かな？ナイス。虎ナイス。矢があった。おお。これなんかムービーみたいだな。こっち？あ、ジップライン。これジップライン。チェックポイント。よし。あ、まだ向こうか、悟りの鐘は。あ、すぐそこ、あれか。あれ、前にも見たな。とりあえず、こやつ、こやつやって、あ、見つかる。見つかったかな。トラ。突撃だ。時間を遅くする。こいつ、あれ。よし、待って、そこら中にいる。遅くなれ。あ、なんない。遅くなんないや。よし、よし。おい、なんか火吹いてる。硬い。トラ、トラ助けて。ほい、めっちゃ火放ってる。よし、ほれ。うん、なんかいる。トラナイス。狙ってここ。当たってない。が、隠れちゃったな。待って、なんか動物いる。よし、トラ、トラ、熱い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 、矢が刺さってる。熱い、熱い、熱い。やばい、トラが焼かれてる。やった。まだいる。頭に刺さっても死なない。勝てー。え、全然死なない。よし、さあ、あとはあいつだけ。ほい、よし。あれ、まだいる。声は AJ だな。でもさあ、悟りの鐘を解放する。インタラクト。さあ、鐘は解放された。あれ、ゲールの家だ。あ、単価増えてる。落車さ、あ、さっきのはシャングリラの中の落車さって場所だったのかな。お、ハンタースキル解除。どんなスキルだろう、これか。弓の照準の安定性が大幅に向上。
これいいね。おまけにコスト1だから取っちゃおう。さあ、見た感じあと、単価3枚入るのかな。あとの単価はここと、あと北の領地のここと、ここ、あ、3枚。OK じゃあ、なんか、ゴールデンパスミッションがマップでめっちゃ荒ぶってるけど。シャングリラの世界。また行って単価を回収しました。じゃあ、次回、また続きのゴールデンパスミッションやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。あれ？待って、パガンビ！あのろうそく全部に火をつけているのは誰だ？内戦の最中、しかも恐ろしい独裁者がこの国を支配しているというのに、どこかの真面目腐ったバカ者が自分に鞭を打って毎朝きちんと起きては数えきれないほどのろうそくに火をつけて回っている。誰かを雇ってあの火を消させることも考えた。ただもっといいアイデアが浮かんだ。離れろ！いいか、え、重要事項だ。よく聞け。ろうそくの使用を法律で禁じる。ああ、もちろんろうそく全部だ。違反者は死刑にしやす。死刑？ろうそくを使ったら？ありがとう、AJ。おかげでいい1週間になった。何を言っているんだ、こいつは。ろうそくを使ったら死刑になるそうです、これからキラットは。じゃあ、今回はここまでにして、じゃあ次回、ゴールデンパスミッションやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。